滑る、硬すぎて滑る。引っかかりがないんですよ、つるっとしちゃってるんです、本当に。こう肉の沈み込みがないんで。やらなくてやってます、やっちゃいや、ほんと広範囲が。あ、いてててすごい。ないですよね。すごい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 。おー。ピンポイントで来るか、やっぱ。なんだこの硬さ。いや、ほんとに。ちょっとね、これはもう。じゃないんですよ、もう業界一枚刃みたいな、もう全部の組織が結託して固くなってやるぞみたいな。すごい仲良しになってます。一回なんか突き置きかなんかして動かした方がいい。本当はね、できるならね、剥がさないとねみたいな、ふやかさないとねみたいな、ガチガチです。相当背中で、ね、すごいですよ。やばいですね、やばいですね。いや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 。もうガチすぎて自分でもわかんない、笑っちゃう。いや本当に今日どうしようっていうぐらいだ。あ、でもだいぶ最初に比べれば、そうですね。ということを聞くようになってきた感じが。ありますね。よかった。今生きてる証拠ですね。生きてますね。まだ命があって、息があってよかった。でも年を考えれば本当に気をつけなきゃいけない。いや本当そうですよ、うん、冗談抜きで、ね。これよりひどくなることありますもんね。ああ。すごい入っちゃう。ああ、おお、来た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 。うわ、なんか一気に足の方に血がブワーって曲がりくった感じ。時間にも限りがあるので、はい、結構グイグイいきます。はい、すいません、朝パラパラも。ちょっと面白くなってきました。どれぐらいできるかなみたいに。多分痛いけどしょうがないよねみたいな。そうですね、しょうがないですよ。しょうがない。まあ直火焼きで。直線勝負なんで、でもそんな回り道してる時間ないよ。ないですね。一応この辺もまあ最初に比べればね、そうですね、だいぶ、うん、まあこうほら動
行けるようになってきたんで、そうですね、これスタートぐらいが大体そうなんですけどね、皆さんね、なんとなくわかります、はい、これでもちょっと硬い方ですからね、全然、はい、十分硬いんですよ、入れてないですね、そうなんですよ、ああ最初の硬さが前回も鉄の棒ですねって言ってたんですよね今回鉄の棒の周りにコンクリ固めたくないな本当にさらに鉄筋コンクリさらに硬くなってる状態だったブオすげすげしょうがないすげえ。いやあ。一応仰向けですね、はい。ああ。しょうがない。言うこと聞きますよ、ね。はい。ひどかったな。ひどいっす。こんなこと言ったらあれですけど、結構ひどかったっす。ひどいっすよね。はい。しますね、脊髄液の流れを良くします。脈打ってますね。とりあえずこれやっとくだけでちょっと呼吸が深くなってくるはずなので、
この動画が良かったらグッドボタンと、チャンネル登録ですねお願いいたします。てつやさんもねチャンネルやられているのでてつやさんの動画もぜひチェックしてください。よろしくお願いします、はい、こちらでね撮ったやつをね別のアングルで、はいはい、公開されるってことになりますので、はいはい、よかったらどうぞ、はい、で他のいろんなね畳動画とかもそうですね、はい、やってますされてますので、はい今日でも休みます。そうですね。はい、もう体を見ながら皆さんも無理をしないようにお願いいたします。こんななっちゃいますよ。では、See you! See you.